どうも、バンです。速報です。みんなで作ると、略称みんつく党ですね。党名変更が総務省によって受理されました。これでまた、大津彩党首、大きな、一歩、一手をですね、パチンと、立花孝志さんに、突きつけたかなと言ったところです。ニュースにね、本日なっておりましてですね、各報道機関が報じております。9回目の党名変更と9回目ですかいや、すごいなというふうに思いますけれども、これまでの8回は全て立花孝志さんの、党名変更ですね。立花孝志さんによる党名変更ですね。で、もう早速立花孝志氏、それから柴田氏がですね、動画をアップされておられました。立花孝志さん曰く、NHK から、皆様をお守りする活動はこれまで通り続けていく。それから代表権訴訟は、別途行っているというね、ご主張ですね。柴田さんも、同様の主張をなされておられます。で、早速のウィキペディアとかも見てみたんですけども、反映はまだのようですね。で、今後ですね、大津彩香党首ですね、みんなで作る党という名前で、党首討論とかにね、おそらく出ていかれるんじゃないかなというふうに思います。大変楽しみですよね。それはさておきですね、今回の動画、本動画ではですね、役所のね、尺子定義差加減がね、ここまで来たっていうようなね、そういう考えっていうかですね、僕の経験談も交えてお伝えいたしますね。ざっくり、結論に言うとですね、役所、未だにハンコ主義なんですよ。バンはですね、役所とですね、いろいろ紙のやり取りであるとか、最近はちょっとメールとかも増えてきましたけれども、未だにね、紙ベースで、処理のやり取りを行います。基本は紙です。で、バンはですね、ボランティア団体であるとか、それから、市民団体とかですね、代表を務めたこともありますし、現在も、代表をしているものもあります。で、これもうずっとね、肌身で感じていることなんですけれども、例えばですけれども、僕のね、運営している団体ですね。この団体を乗っ取ろうと思ったら、ちょっともう紙用意しました。ハンコが必須なんですよ、これ。これちょっと実物です。で、紙と、個人名とかね、個人情報は書いてないんで、ちょっとお見せいたしますけれども、これ、役所のね、役所に、代表者が変わるときの、書類の現物なんですよ。ここ見てください。押印必須ってありますね。つまり、前の代表者のハンコがないと、その権限ですね。今まで、築き上げてきた、例えばね、団体の権利とかが、あるわけなんですけども、その権限をですね、他のものに移譲することができません。でね、この、今回は、この書類ですけども、新しく、役を受ける人のハンコがいるかどうかなんですけども、これはね、ないですね。つまり、このね、みんなで作る党の、この代表権騒動に当てはめるとですね、2023年3月29日に大津彩香さんが、総会のようなもののような、集まりでですね、じゃあ私もうやめますよとかっていうふうなことを、口頭で言われたのは確かですね。これは録画も残ってるんで疑いのない事実でしょう。ところがですね、役所ってね、やっぱり未だにね、ハンコ主義なんですよ。元の代表者がその権利を他の者に譲るというような時はですね、とりあえずハンコがね、必要なんですね。で、ハンコがないと、テコでも動かないと思います。で、それが決まりなんですからね。で、それをひっくり返そうと思うとですね、例えば僕が今やってるようなこういうようなことにもね、実際影響出てくると思いますよ。できちゃいますよ、そんな。
なんか爽快が紛糾したりとかして、まあ録画とかね、その辺の言葉尻をカット編集とかで繋いだらですね、うまくね、元の代表が、ああ、もうやめてやるわーとかいうようなね、そういう紛糾したような爽快の場とかで出た発言を切り取ったらですね、ハンコなしで、まあ、団体のね、持つ権限とか、代表権とかですね、を、まあ、他の人にね、譲ることができてしまうわけですね。で、そんな、ここに押すのが、そんな、三文版でええんちゃうんというふうなね、ご意見もあろうかと思うんですけども、ちなみに、この、ハンコはですね、三文版でいいのかどうかちょっと調べますね。三文版でもいいんですけどね、実印じゃなくてもいいんですけれども、それまで活動してきた活動報告書であったり、活動事業計画書なりのハンコと違うものが押されている場合は、おそらく認められないですね。まあだから、僕も実際団体のハンコはですね、三文版なんですけどもね、実印じゃなくて三文版なんですけども、取り違えないように大事に取っております。はい。というわけで、まあ、とにかくね、役所はね、借子定規です。で、ハンコ主義です。未だに。気をつけないといけないんですけども、まあ、逆に言うと、ここさえしっかりね、気をつけていればいいと。まあ、割とね、単純ちゃ、分かりやすいんちゃ分かりやすいんですよ。そして、今後のね、バン TV の、この、代表権訴訟の予想ですけれども、これはね、失敗小僧さんとかもおっしゃる通り、役所が一遍決めてるんですよ。まあ、総務省ですね。で、特にですね、やっぱ総務省は、立花さんのことを、まあ、いいようには思ってないと思います。いや、そんなん関係ないやんと。ね。それとこれとは話が別やっていうふうに思われるかもしれないですけど、実際ね、なんだかんだ言って、役所も、人の子です。で、そこでね、いくら代表権訴訟と、その今まで立花さんが何度も突電話してきてるみたいなね、そういうところは関係ないとはいえですね、まあ、ここまで心象が悪いと、まあ、総務省はこのまま借子定規に、淡々とお役所仕事をこなすのみということになってしまいますし、あとそれから裁判所の判断ですね。裁判所もですね、一応このルール上決まっているハンコで、次の人に団体の権利を渡すっていう、この日本のね、この、まあ、しきたりって言ったらしきたりだと思います。を、そうそう簡単にはね、変えないと思います。そこ変えてしまったら、ちょっとね、いろんな契約とかの根幹が緩ぐんですよね。で、もちろん立花さんおっしゃるように、口頭でのね、契約も有効だって、そういう説も、もちろんあるにはありますよ。ところがですね、このね、今さっきも見せたようにですね、役所で手続きする団体の権利の異常とかいうのは、これはね、ハンコだと思いますよ。結局は。だって目の前には、押印必須で、書類あるもん。こんなん、国政政党とはね、別格の、団体のね、その書式ですけれどもね。で、まあ、さっきハンコはしきたりだって言いましたけれども、まあ、やっぱ国が変わったら、サインとかね、いうことの方が重要ですよね。サインで、本人確認とかをするっていう文化が、まあ、欧米を中心にはあるにはあると思います。そこはそこですよ。日本はハンコ。でね、ハンコをなくしていきましょう、なくしていきましょうっていうね、活動はあるじゃないですか。で、実際ね、こういう書類とかでも、ハンコね、減ってます。で、どういうところが減ってるか言ったら、無駄にね、ハンコ押すとかがね、やたらあったり、以前はしました。とりあえず名前変えたら横にハンコの欄があるとかね、いうのあったんですけれども、それはね、減ってきて、でもね、どうしてもなくならないのは、その権利関係ですね、は、もうここずっともう同じですし、これからも多分なくなる気配はないんじゃないでしょうかね。だってそれなくしたら日本にはサインっていう文化がないですし、まあ、本人確認をするにあたって免許証であるとか、あとマイナンバーカードであるとかいう手段もありますけれども、そんな添付したりであるとかいうのはですね、まあ、携帯電話の契約をしたりであるとか、そういう金銭的になりすましとかの詐欺が横行しないようにするために免許証であったり保険証であったり、そういうコピーがね、添付されしなければならないと
いうようなね、まあ言ったらしきたりですね、そういうのはありますよね。まあだから結局は同じことなんですよ。免許証のコピーの添付が必要とかいうのであればね、こういう団体の権利異常とかでも、まあそれが本人確認になるっていう可能性はありますけれども、とりあえず、まあ、こういう団体の権利異常っていうのは、なりすましっていうよりかは、代表が本当にその意思があるのかどうかっていうのをですね、やっぱり確認する意味で、ハンコの方が、僕はね、それでいいんじゃないかなというふうに思いますね、当面はね。当面っていうか、免許証のコピーつけても、まあ、結局はこの場合でも、大津彩香さんは別に免許証のコピーをね、添付されようとはしませんでしたでしょうし、一緒のことなんですよ。意思表示を持って決めてしまうというのは、契約の原則だっていうふうにおっしゃってますけどね、立花さんとか、他のあの、立花さん、擁護派の方も、軒並みね、そういうご意見なんですけれども、意思表示とかいうのはやっぱりすごいあやふやなんですよ。そのあやふやで言った言わないでどうのこうのとかいうのをそんなんね、もうややこしいんでやってらんですよ。そんなもあの判断役所でそんなことはハンコでやっぱり判断せざるを得ないというね、そういう事情があろうかというふうに思いますね。はい、というわけで本日晩からの意見は以上となります。ではでは。